で、さあ、ゲーゲー、おのぼのです。本当に、寝起きっていうか、全然目がもう覚めてないんですけども、今日は、お姉ちゃんが美容室に行くということで、私はもう美容室に行ったばかりなので、美容室には今日行かないんですけども、まあ、せっかくなら動画回そうかなと思ったので、1日を撮っていきたいと思います。なんもない日の一日ですね。まあ私が行きたいところは、新宿ルミネ。新宿ルミネか、渋谷109かな。ちょっと洋服見たくて。そう、なので、今からちょっとメイクをしていきたいと思います。お願いします。最近前髪をね、頑張って薄くしようと思って、頑張ってます。じゃあ早速。やっていきますね。髪色はね、これ何ですかって聞かれるんだけど、まあ、動画上がってるんでぜひ見てほしいんですけど、これはあの、クールシアと、もう一個カラダスの、あの、紫シャンプー。しよしよー。早速やっていくんですけど、まずは、カラコンからね、選んでいきます。カラコンがね、いっぱいあるのね。ここに。あ、やばい、落ちちゃった。カラコン迷うんだよな、毎回。何にしようかなって。カラコンね。ベイビーモテコン、ベイビーベイビー。ここにします、今日は。ベイビーモテコンのベイビーベイビー。ちなみに、まだカラコン全然いっぱいあるのに、カラコンは買いました。あ、うわぁ。どっちがいいかな？フルーリーもいいんだよな。どっちにしよう。多分着色直径とか自体はそんな変わんないんだよね。こっちにする。フルーリーにします。そうで、カラコンをね、頼んだんだけど、その頼んだカラコンの名前は、ベイビーモテコンの、なんだっけな、ベイビーチョコだっけな。そんなような感じだった気がする。チョコレートの方を、ここにメイク道具を全部こうやってしまうようにしました。いつもは上開けてたんだけど、最近はしまうようにしてます。てか最近私、コードブルーにハマってて、なんか医療系にハマってて、コードブルーをめちゃめちゃ見てるんですよ。そう。で、最近はずっとコードブルー見ながらなんか作業してます。今は1から見始めて、今シーズン3結構進んできました。びっくりです。1ヶ月の間でめっちゃ見てる。でもそのおかげで、外で見れたので、あれです。速度制限がかかりました。最悪。速度制限かかっちゃったよ、スマホ。早くない？まだ11日なんだけど、どういう感じ？メイクをしてくんですけど、メイクはね、結構もう定まってて、定まってるっていうのは何回目って感じのレベルなんですけど、メイクは結構定まってます、最近は。ありがたいことに定まってます。さっきさ、リビング行ったら、ママが、なんか、シャインマスカットなんかを買ったのかな。そう、食べなーっつって一個食べたんだけど、めちゃめちゃ美味しかった。なんかあんまりさ、いや別に今いらないなと思ってないけど、今一個だけ食べてって言われて食べたらめちゃめちゃ美味しくてびっくりしました。とってもびっくり。ちなみに家を出るよって言われた時間の今1時間前です。いつも車だとね、油断してね、本当にギリギリまで寝てしまうの。これ本当に悪い癖ですよね。もう完全な状態で寝て車で寝ればいいのに。それをしないから、このことになるんですよね。本当に。でもね、もう体が動かないんですよ。起きたいと思っても。無理です。でも最近は頑張ってます。なので、この頑張りを続けていきたい。オッケーオッケー。カラコン入った。ふぅー。ね、最近さ、口癖がさ、ふぅなんだよね。絶対にやめた方がいい。自分でも思ってるのに直さない。直せない。やばい。二重や。もう最近二重に時間かけすぎて、もうイライラしちゃう、私。なんかどうにかしていいんだよね。どうしたらいいと思う？なんか、二重、もうわかんない。時間かけちゃう、めっちゃ。これのせいでマジで本当にメイク時間が伸びてる。二重テープ。うまくいかなくて最近。悲しいんですよね。頑張りますよ。二重作っていきますよ。もうまぶたのさ、ここの目頭のところが荒れちゃって、痛いんだよ、二重で。大丈夫かな？取れないかな？この二重。取れそう。もう。ダメだよ。イライラしちゃう。二重なんかで。
やだー。だから嫌いなの、アイプチ。じゃあ、すんなって話だと思うけど、しなかったらえぐいからね。マジ、誰ってなるよ。本当に二重しなかった。久しぶりに二重してないの、そらしたかも。まあ、できてる。今のところね。これが外れなきゃいいけど。じゃあ、こんな感じでちょっとメイク進めていきまーす。はい。今ですね、ちょっと、下地と眉毛と眉毛やったので、一旦髪の毛を綺麗にして、そのままもうゴーしたいと思います。ということで、次のシーンはもう、外に出てるシーンだと思います。それでは、バイバーイ。はい、ということでですね、急にこんなね、喋ってるシーンになってると思うんですけど、最初、のんちゃんと、原宿に行って、のんちゃんはレビンに行ったので、原宿で降ろして、その後渋谷に行って、なんと、お洋服を買っちゃいました。なんと、ディズニーに行くっていうことで、まあ、それと夏っていうこともあって、またお洋服を買いました。後でね、お家で紹介するんですけども、その後に新宿に行って、かき氷を食べて、で、今、銀座にいる状態でございます。今日はいろんなところをぐるぐると回ってるんですけど、さっきまで車で爆睡してたので、頭が冴えてないです。ということで、たくさん楽しんでいきまーす。はい、ということで、お家に帰ってまいりました。あれからですね、なんと、私は、浅草に行きました。ちょっとカメラ設置しますね。ちゃんと置きます。よし。はい。ちょっと、もう、この服、うわ、コンコンなりだした。ちょっと、朝着てたこの、ジュキヤさんを、着たいと思います。ということで、一旦着替えます。バイバイ。はい。着替えました。ジュキヤさんに変えました。なんかさ、この服にした瞬間さ、髪色めっちゃさ、グレーに見えるんだけど。謎。なんでちなみに、帰り、マックに行って、クーのスッキリ白ぶどうを買いました。美味しい。ちょっと唇に色がないので足します。はい、はい、はい。オッケー。危ない。今の時刻は22時59分。あ、ちょっと11時になります。この後ちょっとディズニーに今度行くんで、それのパッキング、泊まりで行くんで、そのパッキング動画を今から撮るのと、今日買ったお洋服を皆さんに共有したいと思います。今日は、なんと、じゃーん、こちら、アンミールで購入しました。前にラフォーレのグランドバザールの日に行ったんですよ。で、その時にアンミール、なんかずっと欲しいなと思ってたんだけど、あんま手が出せなかったの。結構さ、こう軽々しく買えるような値段じゃないから。でも、めっちゃ安くて、その時。で、買って着たら、やばい、かわいいと思って。なんか長袖はまだ着れてないんだけど、半袖着たんだけど、超可愛くて。で、アンミールそこからめっちゃ見るようになって、今日は試着買いました。なんか本当はね、ロジータでね、私が好きな、ここがちょっと空いてるタイプのやつがあったんだけど、なんかね、やっぱその時代卒業じゃないけど、まあどんどん成長させていきたいっていう気持ちが大きいので、私はアンミルで今日はお洋服を買いました。紹介します。じゃーん！それでは開けていきまーす。なんか最近ワンピース着るのハマってて、今日もワンピースだったんだけど、今日はミニワンピって感じでこう、膝より上が見えるんだけど、ナイスクラップでね、前にね、こう、完全なワンピースを買ったの。で、それ着てて、でめっちゃ可愛いと思って。で、私は今日は普通に完全なワンピースを着ました。これね、ディズニーに着ていくので、ディズニーでの写真とか、まあ、動画上がるのかわからないけど、見てほしい。超可愛いの。今流行りのリボンがここについてて、まあ、いつもの私とはちょっと違うようなお姉さん感が出て、とても可愛いかなと思ってます。はい、こちらです。こちらお値段がですね、まあ、ちょっとお高め、びっくりこいちゃうんですけども、11,800円のお洋服でございます。で、なんか、新規登録みたいな、会員登録したら1000円安くなりますよ、みたいなので、会員登録して18,000円とかでした。はい。で、もう一個買ってて、じゃーん！こちら、ラティス。はい。で、帽子を買いました。ずっと帽子欲しくって、そう、でもどこのがいいのかわかんなくて、まあ、やっぱ高いければ高いほどいいって思わないけど、なんか可愛いのがいいなと思ってて。で、うちにあった、なんか GU かな？なんかビリー・アイリッシュとのコラボの帽子がママ持ってて、それこの前使ったり、あと松江行くときうちよくそれをね、借りてつけていってるんだけど、そう、なんかそんな感じの帽子が欲しいなと思って、そのビリー・アイリッシュのやつは黒なんだけど、まあ、ちょっと白挑戦しようと思って購入しました。見てください。こちら。可愛くない？この感じでちょっとリボンが書いてあってって感じの帽子は、
ちょっときつめます。はい。頭の形。頭ね、でかくはないけど、ちっちゃくもない。でも普通ぐらいなのかな。なんか、帽子とかあんまりかぶんないからさ。こういうことだよね。あ、こんにちはー。イエーイ。これ上に被っても可愛い。もうちょいきつくしたいから。そう、そんな感じで買いました。もう最近暑すぎて、帽子必須って思って。帽子。でもなんか冬でも帽子被ってる人いるじゃん。あれは何だろうな。見バレ帽子とかなんか。別に見バレ帽子とかはないんだけど。まあ、帽子って何かとあったら便利だから。そう、なんかこの横幅とか、このつばの感じがめちゃめちゃ良くって、はまりました。こんな感じですね。めっちゃいい帽子をゲットできました。これはね、1650円でした。めっちゃ髪の毛ボサボサになっちゃったんだけど、今から撮影をしてお風呂に入ってきます。なので、次のシーンはすっぴんの私が見れるかなって思います。その前にちょっと部屋が汚すぎてるので、部屋をきれいにして、明日ね、用事があって、その用事が終わった次の日がディズニーなので、もうやばい。なんか全然実感湧かないディズニー行くっていう。なんだけど、まぁ、ちょっと準備をしないといけないので、準備をして寝ます。それでは、バイバイ。はい、ということでですね、めちゃめちゃ、あの撮影をしてから、時間が経ってまして、髪色もムラシャンまた失敗して、すごく汚い状態なんですけども、最後の、なんかまぁ、シーンを撮らずに、そのままエンディングのなんか、最近作ったエンディング流れてます。ということで、また次回の、あの番組でお会いしましょう。バイバーイ。